エリートみたいな人っていうのはその安倍総理のことをなんかちょっと頭あんまり良くないんじゃないかみたいな感じに言うけど、そうそうそう、あの人は政治家としては頭いいですよね、理解力がありますしね。いいっていうかね、あの出た総理のスーパーリーク、安全保障が中心なんだけど、うん、経済はの位置づけはきちんとしてて、うんうん、それであの私官邸にいた時にね、まあ、あの準秘書官っていうことで言ってたんだけど、はい、安倍さんはすごく、ね、単純でね、うん、マクロの話だけ押さえておけって、マクロって実はね、はい、失業とか雇用だけ押さえておくだけなんだ、だから結構簡単なの、うんなね、それでね他の話ミクロの話は大臣に任せると、うん、でそれはそれでいいの、うん、それで全く十分で、うん、それであの雇用を増やすと実はね、うん、自民党で長期政権になるってこと言ったわけ、うん、そしたらねそれを理解してんの、ね、だからこれは長期政権にするためには雇用を増やせばいいというふうに割り切って、うん、そういうふうにやってるわけ、それでこういう長期政権になれば自分の好きなのができるというふうに理解してる、うん、それでいいの、あのだから安倍さんって典型的な政治家的マクロ脳なんですよ、うん、そうそういいの、ね、いいのそれでいいんだと思う、おまけにマクロの話で私言ったのは、うん、実は対民主党政策として非常にいいわけ、うん、要するに民主党のお株を奪えるから、うん、だから私が説明してこれね実は左派政策でちょっとふわっと違うんですけど、うん、別にいいよと、うん、まあこれで、うん、あの民主党のお株取れるのかっていうか、うん、取れますって言ったらそれだけだ、うん、だからあの雇用の話で言って民主党のお株取ってれば政治的に OK って、うん、そういうか割り切ってるから、ね、本当にこの5年間最近ようやくいろんな人が言うようになったけど、私最初から割とねこのアベノミクスとか安倍さんの一連のいろんな政策っていうのはもうこれ完全に左派の政策じゃないかと、だから安倍晋三の右派っていうのはすごくおかしいよねって、去年の12月のね、うん、あ去年っていうかね、総裁選出る前だったけど、あの要はねこのアベノミクスやってる時にこれ左派政策ですけどいいですかって言った、でどうこれ雇用増えるのっていうか増えます間違いなく増えます、なんだかんだって言われても雇用は大丈夫ですって言ったらもうそれでいいと、うん、でもこれは増えればみんな文句言わないのでって言わないですよって、うん、でそしたらあの過去のねあの雇用を増やした時に実は長期政権になってるってデータもあるんでね、うん、それでいいと、うん、それだけ、うん、だから単純なんだよね、あとね、うん、歴史もね安倍さん結構大づかみに分かっているので、そういう意味でその歴史っていうのもね政治家でもミクロに行っちゃう人がいるんですよ、そんな細かいことはあんた別に知らなくてもねいいでしょっていうことを間違えちゃう人がいる、どうしてって、例えば日本史、うん、近代史見ても陶酔派がどうのこうって ああいうとこ入っちゃうと、僕の理解なんだよね、こういうふうにところ見るか全体見てあと任せるかっていうのは上に立つ人の資質なの、だから仕事のできるかできないかっていう話ですよね、それは私は一次政権の時にね、うん、実はね結構迂闊なに喋ってね、実は安倍さんはもうこういうのはマクロの子しか掴んでなくて他のとこは任せてって言っちゃった、そしたら週刊文春から、ね、メロに抱えたので、ね、高橋の言うところにいた安倍さんは経済わかんないからもうみんな投げてそういう風に投げた、うんうん、官邸の中でお騒ぎになったことあるんだけど、うん、安倍さん一言いやこれでいいんじゃないのおしまい、こんなもんはね各大臣がいいんだから、うん、ほらいいだろうと、うんうん、それは大掴みのところだけど、あとはね細かいところは大臣に任せてでいいって、安倍さんそういうところあるよね、うん、あの大掴みのところで別にいいんじゃないのと、うんうん、そうですね、うん、で自分も経済も専門でもないし、うん、別にあのうまくいってればいいんじゃないのって、そんな感じだったよね、うん、なんか大掴み その政治目的を達成できるかどうかっていうところですよね、自分の外交安全やりたいためにマクロ経済で雇用を良くしてる、あの人はねでき一番票にならないんだよ外交っていうのさ、票にならないことがやるためにそのために雇用を良くしてる、そうだから雇用だけは全く良くして文句言われないんで、で雇用は実は金融政策でこうなるってことは予測してて、うん、まあ当たりなの、だからそこの予測だけの問題で、それはあのもう総裁選出る前から予測こういう風にすればこうなるって分かってたから言ったんだよね、うんうん、したらだからそこに書けるか書けないかだけだね、それであの時に石破さんと石原さんがいたんだけど全く真逆だったね、うんうん、やりたいこととかをやるためにやってる、それだけなんですよ、やってるでやりたいことがはっきりしてるんですよ、そもそも、うん、そう憲法とかね、うん、外交なんあの他は石破さんも含めてやりたいことがはっきりしてないんです、うん、そうですよ、ね、うん、まず総裁になることはあるんですよ、夢だからさ、権力を取ることが目的化しちゃってるということ、まあ、はだから一次政権の時に最後の最後までもうヘトヘトになっても期間延長して実はあの国民投票法としてね、あれ必死だったんだよ、はいね、これが必死だなと、あれがないとね、うん、憲法改正できませんから、憲法を改正しないみたいに言っている人たちが一番の安倍さん的っていうか、あの朝日新聞が中心だけどね、まあ、賛成をしても憲法は難しいんだけどね、難しいんだけど、まあ、やりたいことやったらいいんじゃないのっていうレベルであのことだよね、
だから別に政治家だからね、なんか目標ないといけない。外交の面ではやりたいことやれてるんですか、やりたいことある程度やれてるんですけど、ある程度、ね、例えばだからそれもあの日韓の慰安婦合意とかあるじゃないですか、うん、あれ要するに保守派の人からはだいぶ批判を浴びてるんですよね。だけどさっきの経済の話と同じで全体を見れば、うん、あれは割と小さいことになっちゃうんです、うん、もちろんその、まあ、あれがね歴史的に非常に良くない妥協だっていうことは百も承知なんだけれども、うんうん、そこそこね、全体としては分かっている。やっぱり北朝鮮からミサイルを撃たれないというのが最あれなんだよ、うん、最悪は拉致問題とかも、もちろん拉致問題はすごい強い、まあ、これは最重要課題、ね、だから逆に言うと日本が食い込むためには人権みたいな話しか言えないってことを知ってるわけ。軍事の話絶対できないから、だからこれはあの日本が言える、だから逆に言うとそこで存在感を保つって感じなんだよ。そのアメリカとの関係性で、うん、拉致被害者って戻ってこれるんですか。分かんないけどさ、でもこれ日本が言わないと日本のらしさがないんだよね。だから日本が軍事で協力するとできないんだよ。だから一番人権がやりやすい、ね、軍事力っていうのはアメリカに負うしかないでしょ。当たり前だよね。だからアメリカの懐にまず入るっていうことが大事で、でオバマ政権の時だって安倍さんとオバマさんっていうのは個人的には相性は悪いんですよ。すごく安倍さんは好きじゃないもの、オバマ大統領のこと、うん、だけどやっぱりそれでもね、あの人とそれなりに関係を作って、一応あの70年談話までこぎつけてるじゃないですか。議会でスピーチしてるでしょ、うん、日本の首相があのスピーチを上下両院の議会でするというのは、これは実はもすごく評価していいことだと思うんだけれども、あそこまでこぎつけるのにもやっぱり相当いろんなこう根回しとか積み重ね必要なんですよね。でそれはね、本来もっともっと高く評価されるべきことなんだけれども、まあ、全然日本のマスコミは、まあ、ちなみにトランプさんとはどうなんですか。トランプさんとはでも今のところはいいですよ。この後日米首脳のリーク、だから岩田さんとは年中通貨でやってて、そしたら安倍さんはトランプを落とすためにどうかって言ったら、まずイバンカから言って、うん、イバンカを落とすためにはそのお嬢さんだって話だ。だから高橋さんが極秘リークを連発よ。 F1 ふわり光をまとう理想のフィルター効果がついに新技術ソフトフィルターゲルで毛穴ゼロ、肌に溶け込む絶品カバー DHC ミネラルウォーターリーファンデーションピュアカラー F1。 綺麗は恋を大胆にする、 DHC F1 で検索。江戸時代の言葉に薬く相売があります。儲けが9倍という意味ですが。そうなの。サプリの中には10倍というケースもあります。本当に。 DHC の利益はその3分の1。中身が見えないサプリだからこそ誠実に作る、どこよりも多い成分量、効率の良い働き方でお求めやすく、優れていなければ製品化しない。しっかり選びたいね。 DHC。日本で一番買われている DHA サプリメント、 DHC の機能性表示食品 DHA。 偏った食事、運動不足、そんな生活習慣の乱れ、それはあなたの中性脂肪値を上げてしまう原因かも。毎日の蓄積で健康リスクが、そんなあなたをサポートするのが DHC の DHA。 青魚のサラサラ成分 DHA 510mg にEPA 110mg 配合。 DHA EPA は血中の中性脂肪値を低下させる機能が報告されています。もちろん品質管理が徹底された国内工場で生産。機能性表示食品だったので、それがまた一つの選ぶ目安にもなったんです。お財布に優しくって言うことないですよね。 DHC の機能性表示食品 DHA、 詳しくは DHC 魚パワーで検索。高橋さん、手がつけられなくなったわよ。トランプさんとはどうなんですか。トランプさんとはでも今のところはいいですよね。だからあの最初にさ、安倍さんが、二次政権で一番最初にオバマに会いに行った時に、覚えてるんだけどね、あのね、会談時間、最初向こうの定時40分だった、うん、40分だよ。それを必死になって1時間延ばしてもらったけど、トランプは2泊3日だった、9回連続飯食ったというからね、もう全然違うよね。それで安倍さんはゴルフは別に好きでやってるわけじゃないってはっきり言ってたよ。国益のためにやってると思う。その対話見てお話をされてる。それはしょうがないってね。だからトランあのアメリカ人でゴルフ打ってるのは嫌いですし、やんないし、ゴルフするって非常にいいことだよ。
いや、あの最初にトランプに飛び込んだのもいいタイミングだった、ね、そうですね。あれね、やったの実は私の友人なんだよ、最初にあのあれにした。あ、そうなんですか、うん、それでね、あの当選したばっかりの、当選したばっかりに電話かけるというね、うん、あの私の友人でありかつの安倍さんも知り合いなんだけど、うん、あの日系人なんだけどね、うん、日系人だけど実はねトランプの顧問弁護士なんだよ。日米首脳のパイプ役よ。それで顧問弁護士だからすぐ連絡できるんでしょ、うん、そうすると、ね、安倍さんはそういうのを覚えてたから、それで日系人なんだけど実はね日本語を勉強するために実は政経中高に来てんだよ。その時安倍さんと1年違いなんだ、私と同い年だから安倍さんと1年違いでよく知ってるんだよ。それも運がありますね。そう、それだからそういうのをビャーって思って、それでトランプの顧問弁護士だってビューって思って、それですぐアポ入れてんだよ。で政権の時は顔見知りだった。政権の中高、うん、政権の時は顔見知り。顔見知り。それで、あの、そのね、そのね、お父さんが、まあ、日系一世なんだけど、うん、あの日本でお葬式もしたんだけど、その時に安倍さんも呼ばなきゃいけない。そいつが私に言ってきて、うん、安倍さんを知ってるのお前しかいないって私も言ってて、ね、ずっと私一緒に安倍さんとそこで一緒にあの、うん、あの保つ。それでそいつはハーバード行っちゃったんだけど、うん、中高はいるから安倍さんと知り合いなんだよ、うん、それでねそいつにすぐ頼んだ。これでね、トランプの顧問弁護士がすぐトランプに直で連絡できるでしょ。これでもう全部外務省抜けて直に連絡して、おい、あ、これ出ちゃったんだ。いいタイミングだったんだ。ちょうどあのニューヨークに行って、あれとなんかブラジルかなんか行く途中に会えちゃった。でトランプタワーでしょ。だからもうね、でそこに行ってる時にそいついたんだ、やっぱり。で、あの私知ってたから、お前セットしたんだろって言った。まあ、しょうがない、先輩の頼みだからっていう、ね、で日系人でいいやつだったし、トランプの、トランプ家の顧問弁護士で、トランプとあとねイバンカさんなんだよ。だからすごい詳しいんだよね。だからイバンカさんとは年中通貨でやってて、それでそしたら安倍さんはトランプを落とすためにどうかって言ったら、まずイバンカから言って、それはあの全部私の友人がアドバイスして、でイバンカを落とすためにはそのお嬢さんだっていう話になる。だからトランプ一番最初にお嬢さんに話して、そうするとイバンカさん、トラ安倍さんいい人だねって言って、それでトランプも OK だったって言ってて、だって当時ピコ太郎の、そうそうそう、ね、もうそういうの全部聞いて、やっぱり安倍さんもだから仕事してんだよ、一生懸命考えて、うん、あれトランプ、ね、一番最初トランプタワーでやってるのちょっと失敗してんだよね。実はね、トランプのゴルフの腕を知らないでゴルフクラブを送っちゃってんだ。ナイスショじゃなかったの。トランプはねハンデ3だからね、うん、すごいですね。実はねハンデ3っていうのはね、かなりヘッドスピード速いの、うん、だからねヘッドスピード速いっていうのは H じゃないと X とか S、うん、X とか S とか SX とかそういう風に硬いシャフトじゃなきゃダメなんだけど、安倍さん R 送っちゃった、あれは絶対に使えない。だからあの全く向いてあったね。でもまあそういう失敗してもまあね、まあそれはご愛嬌ですよね。そうそう、ご愛嬌でゴルフの話できたでしょ、自分のことを考えてくれてんだなっていう感じです。ゴルフの話できたら次にもうトランプの別荘の203日の 1.5 ラウンド確定だよね。で 1.5 ラウンドやるといろんな話ができるよ。でね、通訳入れないでやってっから、あれは外務省きついと思うよ。通訳なしで OK なの。実は本当にやばいから実は通訳入れたんだって、うん、通訳入れたんだけどメモ取れなかったって言った、うんうん、だからもうメモなし。安倍さんの英語力ってあるある、その、ネイティブレベルなの。いや、もちろん違うけど3年間聞けますよ、ね、3年間ちょっと向こうに行ってるから、うん、まあ普通に話はできる。それで ね、まあ、であとね外交の話の時にはやっぱり勉強してなんかメモを作ってる、うん、でメモ作ってそれ見た喋ってるみたいな。であのトランプとのゴルフの時には一応通訳入れてるから、まあ、大丈夫だったと。通訳なくても大丈夫だよ、うん、そのくらい。だから結構努力してんだと思うよ。すごいですね。あとやっぱりねあれですよね、あの人ってこう一度会った人ほとんど忘れてないですよ、うん、政治家の資質あってねよく覚えてるね、うんうん、すごくよく覚えてますね。なんかね、大したもんだね、うん、だからね多くの政治家はね忘れるんだよ、うん、だからね石破さんなんか忘れちゃうから、うん、いつも同じ人に聞いていつも間違ったこと言っちゃうんだよね、うん、だからそれはね下に見てる感じがあるんですけど、やっぱり安倍さんそうでもなくって、そういわゆる知識人で自分と考え方や方向性ちょっと違う人のことでも結構よく覚えてる、うん、何言ってか覚えてる、うん、あれ政治家にとって重要。そうですね、奥さんのことで叩かれたりしてすごい愛し合ってらっしゃる感じがするんですけど、あきえさん、まあでもあの人はすごい人だよ。あきえさんもなかなかねちょっとユニークだよ。あきえさんは妖精だから。妖精
行政だけど大泣きしたっていうじゃんね、あ、感情は激しいんじゃないの。私なんかあのだから安倍さんと会う時にあのね下手に会うとね首相同棲に乗っかるじゃん、うん、あれ嫌なんだよね、うん、だからね、まあ、大体ね会わない乗っかないに会ってるんだけど、その皇帝が一番無難なんだよね、うん、皇帝による行くと無難だけど昭恵さんに時々聞いてあの手料理作ってくれるよ、結局だからそ の, あの首相同棲に乗りたがる変な人がいるの、じゃあ乗りのいるのよね。だけど普通は乗りたくないもんです。普通はじゃないや、まあ、乗りたくない。でも抜いた人いるらしいよ。いるよ。だ私だからね、いつもね、あの何回か乗ったことあるけど、それはね嫌だっていうのに安倍さんが乗せるっていう。まあだからそれは乗せる意味が意味があって、それをそういう風に嫌だって言っても乗せるんだよ。あれ乗りたい人しか乗んないと思うけど。そう思いますね、うん。だからそこで自分は総理に会ったんだってことをアピールしたい人は首相同棲に乗るように行くわけですよ。普通のあの首相の公邸あるでしょ。あそこだと普通に行くと乗っちゃうんだよ。あの入り口から入って記者がいますからね。記者がいるからでしょ。だから私官邸にいる時にそのね首相同棲に乗っかんないように官邸の執務室でどうやって合わせるかっていうのが仕事だった。あのね全く隠密やることは可能。でその時に大体首相のあれは書類整理と書いてある。書類整理してないんだけど。それはねのあれ今の新庁舎になってからなってことできるんですか。あるもちろん3階からってか普通のほら表面玄関で見たから、うん、あれ3階なんだけど、うん、あそこから行ったら全部バレるから、行っちゃいけませんよそっから先は。